はい、皆さんこんにちは、バンダルグルフィッシュです。では今回はパワープロ2020栄冠9に続きをプレイしていきたいと思います。脳筋縛りということで、投手は球速アップ、野手はパワーアップのみの練習で、甲子園をね制覇しようということで続けているんですけども、なかなか甲子園に出場できないシーズンが続いてしまって、どうしようかなと思っていたところですね、1年生にダルビッシュ入ってきてくれています。このダルビッシュがね、まあ1年生ですが、2年生3年生と学年をね進める時には甲子園優勝ができるように頑張っていきたいというふうに思っています。なので1年生ながらダルビッシュはエースということで先発させていきたいと思います。ではここからまた続きをプレイしていきます。ではダルビッシュのねデビュー戦、まあ練習試合になりますけども、ここからねプレイしていきましょう。普段練習試合とかは、もうカットしてしまってるんですけども、ダルビッシュ入ってきてくれたっていうことでもうね、完全に浮き足立ってますね。では、今回の張り切る王石尾谷くんを使って、まずダルビッシュにね、気持ちよく、高校デビュー戦、これを飾ってもらいたいと思います。はい、ダルビッシュのデビュー戦ですがね、ダルビッシュに勝ちは、つかなかったかな？そうですね、ついてませんが、まあデビュー戦ね、まあ無事に投げ終えてくれたというところになります。ではダルビッシュの公式戦デビュー戦になります。甲子園大会予選1回戦目、九十九里大附属高校総合戦力 B、 いきなり手強い相手ですね。今回の張り切りボーイは4番、角くんになってます。で我々のスターティングラインナップですね、ご紹介しておきましょう。1番ひじりさは天聖プロです。三振がまだ消せてません。2番1年生ながら小板橋くん威圧感持ち。3番川原パワー S100。 4番角チャンス B 盗塁 B、 そしてパワー100、そして塩谷もうすぐねパワーが S に乗ろうかという、まあ、ご覧のように特能を結構持っている選手です。6番柳沢パワー100、7番大友パワー100、8番キャッチャー杉山広角打法持ちパワー100、そしてダルビッシュですね。まだ一発と負け運、それにクイック G が消せていないという状態です。まずは1点先制されてますから、ここは点を取り返していきましょう。どこからでも一発が出る、そういう打線なのは変わらずというところなので、まあ、一発攻勢に期待しながら、ダルビッシュがね、1点で抑えてくれればいいなという展開です。ダルビッシュ6回の裏。ワンアウトランナー3塁1塁のピンチですね。ここはダルビッシュまだねスタミナが十分にあるという段階ではない1年生の状態ですので、励ますを含めいろんなものを使ってここをしのいでいきましょう。これはゲッツー取れるか。ゲッツーは取れない。勝ち越しを許す形です。8回の表ワンアウトランナーが1塁の場面ですね。ここは点が欲しい。ダルビッシュが勝ち越しを許してしまっているので、8回、9回と残り2回の攻撃の中で先発投手もバテているようですし、ここは一発が欲しいな。どうだ、これは入るか。もう一伸びない。もう一伸びでしたね。フェンス直撃の当たりでしたが、もう一歩及ばずというところでしたね。ここはスクイズでいこう。スクイズで同点にまず追いつく。まあ脳筋プレーでスクイズを使うこの行為が許しがたい蛮行だとは思うんですけどね、ちょっとご容赦いただいて、ダルビッシュの公式戦デビュー戦はね、勝ちで飾らせてあげたいなというふうに思っています。さあここは一気に攻めとき、勝ち越しまでいきましょう。どうだ、これはショートゴロ。9回の裏、サヨナラのランナーが一塁にいるという状態です。このランナーがね、エラーで出してしまったランナーなので、ちょっと嫌なムード、嫌な流れなんですよね。だいぶ警戒しているようですが、ここをしっかり抑えて、10回の攻防になればですね、10回攻撃陣の、まあ、順番を見ると、我々の方が、
まあ、やや有利かなという展開なので、ここを0点で抑えてなんとかですね延長戦に持ち込みたいというところです。ホームランがね怖いですよね。よし、これでじゃあ延長戦です。さあ2番の小板橋くんからというところです。クリーンアップにつながっていく。ここで小板橋くんが出てくれるといいんですけど、打率がなんと1割台、1割2分だと信頼性は低いですよね。3番川原くんに変わります。一発が欲しい。ここはショートゴロ。そして4番の角くん。4番の角くんもね、打率3割切ってるんですよね。まあ、パワーは S なんでね、ホームランの数ももうちょっと欲しいなっていうね、まあ、そういう成績に今のところはなっています。5番塩谷くんは流し打ってファウルボール。スレンスからこれはファーストゴロですね。12回の表1番から始まる高打順、ここで試合を決めたいですよね。肘沢今日は当たりないんですが、打率3割打ってる、まあ、バッターなんでね、ここは内野安打で出てくれてます。まあ、ただ走れるかというとね、ちょっと走れるようなランナーではないので、送りバントを確実に決めて、いきましょう。一塁もセーフ。よし、流れは来てる。ここは流し打っていきましょう。一本出れば、これはインフィールドフライですね。まあ、確実にアウトカウントが一つ増えると。そして4番角くん、これもインフィールドフライ。この絶好のチャンスに3番4番がインフィールドフライか、うーんっていう感じですけどね。この流れを生かすことできず、ノーアウトランナー1塁2塁の絶好のチャンスで3番4番5番が凡退です。その後はね、こういう悪い流れ来ますよね。さて、ここは伝令を送っておきましょう。ただもう伝令を送れる人も少なくなってきてるね。まずはアウトカウント1つ取りましょう。これはボテボテの当たり、一塁はセーフ。逆にノーアウトランナー二塁一塁というピンチになってきてるね。これはどうだ、切れてくれないとまずいぞ。危ない、危ない、今の危なかった。今の落ちてたら、さよならと、おーいうところでしたね。いやーもう岩倉くんバテてるな。変えましょう。まだうちには3年生残ってますからね。ちょっと調子がいまいちですけど。160キロのストレート。さよならのランナーが3塁。三振が欲しいな。当てられると怖い。これはファルボール。よし、これは確実にアウトカウント取れそうですね。さあ6番柳沢くんからになります。ノーアウトランナー二塁一塁、ここは送りバントでスコアリングポジションにランナー進めたい。いや良くないな、本当に良くない。ただ相手ピッチャー鈴江くんもね、絶不調ですからね。これは抜けていけば、抜けてはいかない。二塁ランナーがタッチアップで三塁に進んでます。そして藤沢くんか。藤沢のところで代打、出すか。大室くんを出しましょうか。さよなら男持ってるよね。さよなら男を発揮してもらいたい。まあ、さよならの場面ではもちろんないんですけどね。どうだ、持ってった、スリーランホームラン決まった。ちなみに大室君はねキャッチャーなんで、このままキャッチャーポジションに入ってもらいますっていうところで、そうか、これあれだな、タイムアウト制じゃなくて何でしたっけ、あの制度ですよね。だからノーアウトランナー二塁一塁から始まるんだな、そういうことだ。
なんて言うんでしたっけ、この制度。キャッチアップ制じゃなくて、ごめんなさい、名前が出てこないですけど、タイアップ制じゃなくて、なんかありましたよね、そういう制度ね。タイムオフじゃないし、なんだっけな、まあ、ただ、ここをね、この激戦を勝てれば、嬉しいな。2年生の堀口くんが最後、カーブで空振り三振。この激闘を制しました。では2回戦目になります。相手の戦力、総合戦力 D、 いいですね、まあ、前の試合よりかは楽に戦えるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、ダルビッシュがまだ1年生でね、完全に能力を開花しきっているっていう状況でもないので、まあ、どの試合どの相手であっても、まあ、余裕という展開にはならないのかなと思います。まあ、ただ1年生からね、もしダルビッシュが甲子園に出れるようなことになれば伝説がそこから始まるということにもなるかと思うので、ここはなんとかね、ダルビッシュにいい力を発揮してもらいたいなというふうに思います。そのダルビッシュ5回の表、ワンアウトランナー二塁一塁のピンチで、ここはスリーランホームランを浴びる。さあなおランナーが二塁という場面ですね。まだダルビッシュ投げられると思うんですけどね。ただダルビッシュ負け運がまだついてる状態なんでね。さあダルビッシュですが、ここで変えていきましょう。ワンアウトランナー三塁一塁というところですね。麻酔にするか岩倉にするかですが、岩倉にします。さあラッキーボーイの本領、初球から打ってった、二塁送る、これはゲッツー、取れない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 、ゲッツー取れるかっていうね、そういうところでしたけどね。ここはゲッツーでしのぎます。さっきのところゲッツー惜しかったな。さあこれは犠牲フライになるか、十分な飛距離出てますね。これで6対4点差を2点差に広げてます。で藤沢くんですね、これは後転ヒットになる、よし、これでワンアウト満塁。そして9番増井くんというところですが、ここは増井くんそのまま行きましょう。犠牲フライでもいい場面ですからね。ただここはゲッツー、まあ、スクイーズを狙っても良かった場面かもしれないですね。これで3アウト。2回戦目もね、激戦でしたが勝ち抜いています。ダルビッシュの負け運をね、早めに消してあげたいんですよね。では3回戦目ですね、八千代高校が相手です。総合戦力 C、ここを勝てれば甲子園にね、また一歩近づけるというところです。今回はね、ひじりさわが張り切るボーイです。さあ早めに継投します。ダルビッシュはね、体力そんなにある方ではないので、早めに継投して藤沢くんを送り込む。ワンアウト満塁なので、ここで逆転までしておきたいところでしたが、ここは空振り三振。いじり沢の当たりは大きいが、落下点に入る。三者残塁ですね。さあ8回の裏です。ツアドラマ一塁ですね。1対1の同点ですが、これは大きい当たりだ、入ってくれ、このまま行ってくれ、よし、代打のツーランホームラン。本当にね、際どい試合が続いてるんで、こういう、ね、当たりが出てくれるとほっとしますよね。板橋くんもね、打率が1割1分8厘とかなり厳しいところなんですが、ここはライト前ヒット。まあ、いかんせんね、コンバートとか できないので、まあ、縛りとしてね、練習は筋トレしかやらないとしてしまっている以上、まあ、小板橋君は確かに威圧感を持ってるんですけど、まだレギュラーを張れるほどのね、選手ではないんですけど、現状では、小板橋君をね、使わざるを得ないというところですね。さあ9回の表、2点リードのままですね。ダルビッシュ1年生ながら先発させていることによって、リリーフ陣がね、3年生でリリーフできるので、リリーフは安定感が出てるんですよね。なのでやっぱり先行逃げ切り
できれば勝てる試合が作れるというふうに思ってます。では準々決勝は千葉県館山高校戦になります。1点先制点取ってくれてますね。今回は塩谷君が張り切りボールです。これは入るぞ。塩谷の追加点となるツーランホームラン。ただ点の取り合いになってますね。さあダルビッシュのところですが、ちょっとダルビッシュは早めに系統に切り替えます。藤沢くんに変えましょう。藤沢くんは魔物を持っている可能性があるんですよね。なのでここは魔物を頼りにやったところ大正解だね。ここで逆転までしておきましょう。うわ、空振り三振か。空振り三振は痛いな。ここはどうしても逆転までしておきたい。総合戦力 B のここ相手ですからね。逆転してさらに点差を広げておきたいっていうね、そういう思いですね。転がしていきましょう。引っ張りで転がし、よし、ナイスバッティング。これで逆転。そして3番4番5番とクリーンナップへとつながっていきます。ここも転がしでいきましょう。さあ9回の裏、3点リードですが、連打を浴びてノーアウトランナー2塁1塁、一発が出れば同点、そういう場面になっています。2年生の堀口くんですね。これはレフトが抑える。ここを勝てないと厳しくなってくるところで、投手残り3年生田辺を投入します。3年生リリーフをね、ここでもまだ残しておけるっていうのは本当に大きいですよね。1塁もアウト。これで準々決勝突破です。では準決勝ですね。我孫子学院高校総合戦力 C の高校が相手です。今回張り切りボーイをね、4番の角くんになってます。いきなり先制のチャンスです。1回の裏、ワンアウトランナー2塁1塁ですが、ここは角くんのショートフライです。ここまでね、ダルビッシュがね、まあ1年生というのもありますし、まだ負け運を消せていないというところもあるんですけど、まあ、それなり点を取られてしまう展開が多いので、今回はねここまで、まだ0点で来てますけど、このあと点取られる可能性、まあ、かなり高いと思うので、今ね2点リードしてますけど、これもうちょっと点差がね欲しいですよね。まあ、4点5点とあると安心できるんですが、2点だとまだ心配です。6回の裏、ここはゲッツーは免れましたね。ダルビッシュのところですが、ここはスクイーズを使うか、早めに継投しましょう。藤沢くんを投入。藤沢くんが魔物を発動できなかった以上は、まずはランナーを進めましょう。投げるか、投げてくるか。まあね、投げる振りでピッチャーに返すっていうパターンが多いかなと思ったんですけど、ここは投げてきましたね。7回の表、ダルビッシュから増井への豪華リレーです。7回の表、ツーアウトランナーが2塁、ここは空振り三振。角君の当たりは追加点となるツーランホームラン。まあ打撃偏重チームですけど、最近ホームランが本当に少なくなっているなっていう印象の中、まあ、4番がね、ホームラン打ってくれましたね。これは持ってかれた。同点スリーランホームランを浴びた。増井が同点スリーランを浴びてしまいましたね。
そして、9回の表ですが、ノーアウトランナーが一塁。このピンチをしのがないと苦しい展開ですね。これは切れてくれるか。切れない、切れない、切れない、切れないぞ。守備をね、鍛えていないので今のあたりなんとかせいというのもまあね、難しいところだとは思うんですけどね。これはアウトだ。セーフ。フィルダースチョイスでなおランナーが二塁一塁、ノーアウトです。さあ9回の裏ですね。まあ、ここまでまあ頑張ってきていたところなんですが、まあ、残念ながらですね、まあ非常にいいピンチを迎えているというところです。3点ビハインド。まずはランナーを出してもらって1番につなげる。大室君はね、代打で出てきた時の出塁率非常に高いですね。さあ肘沢です。ここはフルカウントになって、ゲッツーは嫌だからね。フルカウントからフォアボール、よく見てくれた。そして小板橋くんのところですが、ここで代打を出しましょう。岩谷。さあ究極の思考が解き放た。岩谷もホームランが打てる、そういう打者ですが、ここは空振り三振。そして今日大当たりの川原。ホームランが欲しい。ゲッツーはやめてくれっていうね、そういうところですが、ここは流し打ちに変えますが、空振り三振ですらない見逃し三振。そして今日ホームラン打ってる角くんですね。4番の意地、これは落ちる、ポテンヒット。まずは1点、まずは1点です。そして塩谷。さあラッキーボーイの本領発揮。初球打ち流した。これは切れていきますね。バテてるよ清水君。もうただここは空振り三振。ダルビッシュ1年生の夏、ここで終わりですね。まあ、ダルビッシュはまだ1年生ですからね、この先まあ、秋の大会も含めて2年3年となんとかね、悲願の納金甲子園制覇を達成してもらいたいなというふうに思います。